小連れのコンパニオンは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第6シリーズ第12話、2011年9月24日に BBC1 で初放送された。監督は、スティーブ・ヒューズ、脚本は、ギャレス・ロバーツが担当しており、彼が第5シリーズで執筆したエピソード、下宿人の後日誕である。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターが、 差し迫った死の前に別れを告げる旅に出ており、その過程で、現代のコルチェスターに暮らす友人、クレーグの家を訪れる。当初は長居するつもりのなかったドクターだが、デパートでサイバーマンの侵略が行われていることに気づき、クレーグと彼の息子アルフィーと共に、その調査に動く。ロバーツと番組制作葬式スティーブンもファットは、下宿人と高電の演技を喜び、 クレイグの再登場を望んだ。小連れのコンパニオンは、スミスとコーデンによる漫才でコメディ仕立てになっているが、フィナーレ、ドクター最後の日につながるテーマと、エピローグが盛り込まれている。本作では、ドクター不審シリーズにサイバーマットが初登場し、彼らもデザインが一新された。エピソードの大部分は、カーディフのデパートと民家で夜に撮影され、撮影は早朝まで続くこともあった。 小連れのコンパニオンのイギリスでの視聴者数は693万人で、批評家からは一般に肯定的なレビューを受けた。サイバーマンの使用を喜ばない、批評家も多かったが、演技、コメディ、感情に訴える場面が称賛された。ドクター目線では、閉ざされたホテルから200年が経過しており、ドクターからの招待状で殺害された未来のドクターの年齢になっている。 彼が200年間をどのように過ごしてきたかは映画に出演するなどしていたドクターからの招待状の冒頭で垣間見ることができる。ドクターからの招待状で彼がコンパニオンに送った青い封筒と身につけていたテンガロンハットはいずれもクレーグの私物であることが本作で明かされる。リバーソングの視点からは本作の最後のシーンはドクターからの招待状のピクニックの直前にあたり、 彼女がドクターを射殺する宇宙飛行士であることが確定する。本作では新シリーズで初めてサイバーマットが登場した。サイバーマットはクラシックシリーズではザ・トゥーム・オブ・ザ・サイバーマン、ザ・ホイール・イン・スペース、サイバー人間の復讐に登場していた。ドクターは子供たちに玩具を見せながら売り危険の話をしているが、これは四代目ドクターのコンパニオンである。 K-9 のことを指す。彼は赤ちゃんと会話することができるとも主張しており、これは実際にドクターの戦争でやっていたことである。彼はクレーングの家の模様替えにいまいちだと批判しており、これはザ・スリー・ドクターズとザ・ファイブ・ドクターズでの2代目ドクターのセリフである。また、ネズミじゃない。 サイバーマットだというセリフは、サイバー人間の復讐の小説版に由来するもので、ある。エイミーは著名人になっており、ペトリコールの香水の広告にォ4ザガールフーズダイヤードオブウェイティングというキャッチコピーと共に登場している。ペトリコールは、ハウスの罠で、サイキックパスワードとして使用され、その意味は、雨上がりの土の香りである。ドクターは、 11番目の時間での出来事から頻繁にエイミーのことを待ち続けた女の子と呼んでおり、このフレーズは無情に流れる時間の現代にも使用されている。香水とその広告からは本作が閉ざされたホテルよりも後の出来事であることが示唆されている。クレイグの新聞によると劇中の日付は2011年4月19日であり、これは シレンシオコでドクターが殺害される3日前を指す。子連れのコンパニオンはマット・スミスとジェームズ・コーデンによる漫才を中心に構成されている。脚本家、ギャレス・ロバーツはインタビューにて、下宿人でのジェームズ・コーデンの演技を見て、クレーグの再登場を考えたと語り、すでに彼はドクター・風ファミリーの一員のように感じたと述べた。番組制作葬式のスティーブン・モファットは、 下宿人について、極めて私の心に、誓いと喜び、クレーグの再登場を望んだ。彼は普段笑いを誘うキャラクターとしてキャスティングされる、公原のために、本作のペースが変わっていたとコメントし、クレーグについては、奇抜なドクターに対してまっすぐな男だと述べた。監督のスティーブ・ヒューズは、ドクターとクレーグを、ローレルハーディア・アーボットとコステロ、 サイモン・ペグとニック・フロストといった有名なコメディコンビになぞらえた。エピソードの大部分はコメディ仕立てでありがシーズンフィナーレ、ドクター最後の日やドクターの迫り苦しに向けての舞台も整えられている。シリアスな最後のシーンはモファットが執筆したもので肉体と意からほのめかされてきたリバーの人生の出来事が結論付けられた。他のエピソードタイトルとしてロバーツは エブリシングマストゴー、ザラストアドベンチャー、サイバーマン a ベビーを提案していた。イギリス版の第6シリーズ DVD パッケージでは、アップオールナイトというタイトルの前日単がミニエピソードのナイトザドクトルシリーズの一つとして収録されている。また、サイバーマンを再登場させるのはロバーツのアイディアであった。第6シリーズには再登場するモンスターが サイバーマンの他にいなかったことと、ドクターが死に直面する前に一度地球を救う最後の戦いをさせて歴史に通ずる展開にしたかったことから、彼はサイバーマンを再登場させることにした。彼は死と延々と続く闇が第6シリーズを通した一貫したテーマであると感じ、視聴者にはクレイグまでもがサイバーマンにアップグレードされるのではないかと思わせたかった。モフハットは愛で、 サイバーマンを吹き飛ばすことが父の息子の結びつきのドクター風版であると感じた。ロバーツは本作でのサイバーマンの描写がドクター風で一般的な馬鹿げていてかつ恐ろしいというコンセプトを主軸にしていると感じた。ソフィー役のデイジー・ハガードはロンドンのアルメディア・シアターで舞台ベッキーショーに出演しなくてはならなかったため本作での出番が減っていた。 デパートの店員役のリンダ・バロンは今回で、ドクター・フーに3回目の出演を果たしたことになり、1度目は、ザ・ガンファイターズでのバラード・オブ・ザ・ラスト・チャンス・サルーンの声、2度目はエンライトゥンメントでのウラック役であった。子連れのコンパニオンに対応する、ドクトル・フー・コンフィデンシャルのエピソードオープン・オール・アワーズのタイトルは、彼女の出演する同名のシットコム番組から取られた、ものである。 BBC ラジオ1の DJ グレッグ・ジェームズは、下着売り場の男性として、セリフのない仮メを出演を果たし、彼のキャラクターには、カルロスというニックネームを与えられた。アルフィーは、赤ちゃんの出演時間の規則上7人の赤ちゃんが演じており、ダミー人形も使用された。父親になろうとしていたコーデンは、赤ちゃんの母親たちからヒントを学んだ。 小連れのコンパニオンの撮影の大部分はカーディフのハウエルズデパートメントストアで行われ、撮影は4、5夜に及び朝6時まで撮影が続いた日もあった。ヒューズはそのせいで制作チームが疲弊していたと述べたが、コーデンはむしろスタッフとキャストのテンションが高くなっていたと振り返った。伝えられるところによれば、デパートでの撮影は2011年3月に行われた。 エピソードの残りの部分はカーディフの民家で撮影されており家を所有する夫婦が彼らの二人の幼い息子のために屋内で撮影して舞台にすることを許可したここでも制作は朝早くまで行われたサイバーマットからクレイグを助けるためにドクターが破る引き戸の窓が小さすぎたため制作チームは別の引き戸を制作した新しい引き戸は大きすぎて粉々になってしまうため 大きな塊に割れるガラスが使用され、マット・スミスのスタントマンが飛び込んだ時に、ガラスが割れるようにする、小型爆薬が仕込まれた。ヒューズはドクターが窓に飛び込んで、ガラスが割れたように視聴者に見せたく、スミスが窓に向かって走るシーンと、スタントマンが飛び込むシーン。スミスが、ガラスの雨の中で着地するシーンをお互いに重ね継いだ。サイバーマンとそのアップグレード装置。 サイバーマン襲来、鋼鉄の時代以降新シリーズ用に新たにデザインされたサイバーマンに用いられていたサイバス工業のロゴマークはドクターの戦争で登場したサイバーマンと同様に本作では覆い隠された。これはサイバーマン襲来に由来するサイバーマンがパラレルワールドを起源に持つサイバーマンであり、子連れのコンパニオンに登場するサイバーマンは クラシックシリーズにも登場した惑星モンダス発祥のサイバーマンと異なる系譜であるためである。子連れのコンパニオンで登場したサイバーマンは過労じで生き延びたグループであり、制作チームは本作のサイバーマンを壊れた外見にした。サイバーマンのスーツは制作されてから5年も使用されており、実際に古くなっていた。光電に装着されたサイバーマンのスーツは、 サイバーコントローラー仕様のものであった。サイバーマットは1975年のサイバー人間の復讐以来で初めて画面に登場し、デザインはよりハイテクな印象を抱かせるように改変された。頭部はサイバーマンの顔を想起させるようにデザインされている。追加されたピラニアのような歯はサイバーマンが人間をアップグレードしたのと同様に別の動物をアップグレードしたことを示唆している。 三体のサイバーマットが制作されており、一つは投げられたり置かれたりする際に使用された刃のないスタンドダブルのサイバーマット、一つは登場人物と戦った刃のあるクローズアップのサイバーマット、一つはラジコン操作で床を走るサイバーマットであった。スミスはクレイグが襲われるシーンで刃のあるサイバーマットをフライパンで殴って破壊してしまい、後にテープで補修された。 クレイグに飛びかかるサイバーマットの CG はポストプロダクション特殊効果チームのザ・ミルが制作した。子連れのコンパニオンは2011年9月24日にイギリスでは BBC1 でアメリカ合衆国では BBC アメリカで初放送された。イギリスでは530万人の視聴者を獲得し、その放送枠ではオール・スター・ファミリー・フォーチュンズに次いで2番目に高い記録を 達成した。タイムシフト視聴者を加算した、最終合計値は693万人に達し、同日に放送された、X ファクターに次いで2番目に高い記録を残した。小連れのコンパニオンは、BBC i プレイヤーでも9月で5番目に多く、ダウンロードされた。アプリシエーションインデックスは86を記録した。日本では、 ドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まり、子連れのコンパニオンは9月8日午後11時5分から、全話、閉ざされた、ホテルに続けて放送された。本作は批評家から一般に好評であり、スミスとコーデンの相互作用が賞賛された。ガーディアン氏のダン・マーティンは、 シリーズの最後から2番目のエピソードとして、本作を放送する決定に疑問を投げかけ、子連れのコンパニオンは珍しいものだと述べ、スミスとコーデンのローレルハーディのような演技に肯定的だった。しかし、彼は、サイバーマンが彼らの脅威を奪われているとも感じた。後にマーティンは、当時未放送だった、ドクター最後の日を除く、第6シリーズのエピソードの中で本作を8番目に、 良いものに位置づけた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に5つ星中3つ星をつけ、スミスの演技を好意的にパトリック・トラウトンのものになぞらえた。インデペンデント誌のニーラ・デブナスは好奇心をそそるペース変更だ。ドクターとクレイグの素晴らしい化学反応と重要なコメディを引き継いだと述べ、今回の高伝の演技が下宿人での平均的な演技よりも優れていると、 賞賛した。ラジオタイムズのパトリック・マル・ケインは終盤について、あまりに感情的すぎるが、感情を奪われた、サイバーマンに対処するにはそれ以上に良い方法があるだろうかと考えた。彼は、エーミーとローリーの亀を出演、及びリバーソングとコバリアンの緊張感あふれる集結に喜んだ。ザ・エヴィクラブのケース・フィップスは、子連れのコンパニオンに B の評価を与え、 サイバーマンよりも小さなキャラクターの場面に関する部分が多かったとした。彼は本作が下宿人ほど強力なエピソードではないとした一方でシーズンフィナーレの前に休憩を挟んでドクターの柔らかい側面をもたらしたことを称賛した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーはスミスとコーデン及びリンダ・バロンを絶賛し感情的に思いにエピソードの後の楽しめる軽減だったと感じた。 しかし、彼は、本作が、下宿人ほど良いものだったとは思わず、サイバーマンが無駄にされたとも感じ、クレイグが、サイバーマンを、愛の力で吹き飛ばしたのは物足りないと指摘した。デン・オブ・ギークのアンドリュー・ブレアは本作における、サイバーマンを擁護しており、過労死で生き延び、その状況の感情を理解することなく、人々を機械的に改造しなくてはならなかった。 サイバーマンの悲劇を描写していると意見した。イグンのマットリズレイは本作を10点満点で7.5点と評価し、スミスとコーデンの相性と、スミスと赤ちゃんとの関わりを称賛した。しかし、サイバーマンについては落胆の色を示しており、ファンができると知っているような脅威や恐怖を全く提供してくれなかったと批判した。SFX マガジンのロブパワは本作に星3つ。 ハンを与え、シーズンフィナーレの前に、適切に悪いサイバーマンを使って明るいエピソードを制作したことについて、驚くべきことだと述べた。彼は、サイバーマンには、真の脅威が欠けていると感じ、クレーグの脱出方法も安っぽい方法だと述べた。ものの、本作で焦点が当たっているのは、ドクターの別れの旅であると考えて、スミスの演技を称賛した。彼は、 ドクターが悲しい目をして孤独と死を語っている場面により、そうでなければ髪のように薄っぺらなエピソードに重みづけがなされていたと考えた。また、パワーはフィナーレに向けて物語を運ぶ結末を称賛したが、リバーソングのいる最後のシーンはよく結びついていないと感じた。キューのチャーリー・ジェーン・アンダーズは、ふさわしい続編、歓迎されるコメディショットと表現し、 宇宙がドクターを必要としているという彼の独白にも肯定的だった。しかし彼女はドクターとクレイグがゲイカップルに間違えられるというジョークを煩わずらしく感じ、ダダッコ親父や無学な女性店員といったステレオタイプを批判した。メトロ誌のクリストファー・フートンは本作についてうつつを抜かしている吐き気がするほど甘いと述べ、公伝の演技についてイライラすると批判した。 作風についても CBBC によりすぎているスラップスティックコメディ映画に依存していると批判し音楽は独りよがりで陽気すぎると酷評した嘆きの天使とダーレクは再登場したエイリアンではあるが本作におけるサイバーマンのようにエピソードの中心的な役割を担ったわけではないクルーレスダットありがとうございます